はい、それでは定刻となり定速数に達しましたので、ただいまから令和2年7月豪雨に関する特別委員会を開会いたします。本日は本委員会に付託されました決算議案につきまして閉会中審査を行うこととしております。審査に入ります前に、まず決算審査の進め方についてご説明をいたします。まず審査方法についてですが、10月2日にの本委員会でも報告をいたしましたが、一般会計決算の歳出の審査については令和4年度における主要な施策の成果に関する調書に基づいて説明を聴取し、監査委員の審査意見書を含めたところで質疑を行うことといたしております。また審査の流れにいたしましては、それぞれの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定としております。その他の審査方法についてはタブレットに格納しております資料に基づいて進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。次に審査日程についてですが、事前に配布いたしております日程表の通り、審査の進行によっては予定している審査項目を10月17日月曜日の予備日に繰り越すことも考えられます。以上、本委員会の審査がスムースに進みますよう委員の皆様方のご協力をお願いいたします。それでは本委員会に付託されております決算議案1件の審査に入ります。議案第86号令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算中当委員会関係分を議題とし、執行部より説明を求めます。それでは第2巻総務府市、第8巻消防費および第10巻災害復旧費中当委員会関係分について総務企画部より説明願います。委員長、浜田総務企画部長。おはようございます。おはようございます。総務企画部の浜田でございます。よろしくお願いいたします。着手にて説明させていただきます。どうぞ。私の方から総務費、消防費、災害復旧費のうち市長公室、総務企画部、建設部関係の主な事業についてまとめて総括を申し上げます。まず職員派遣事業についてですが、令和2年7月豪雨災害にかかる復旧復興事業に従事する技術職員を確保するため、熊本市などから中長期的な人的支援を受け入れ、災害公営住宅の整備、被災した河川や道路、農業用施設などの復旧に向けた人員体制の強化に取り組んでおります。引き続き県などと連携を図りながら、復旧復興に必要な技術職員の確保に取り組んでまいりたいと考えております。次に令和2年7月豪雨災害追悼式関連事業についてですが、豪雨災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族関係者の皆様に改めて追悼の意を表するため追悼式を開催しております。今後も被災者に寄り添いながら、一日も早い坂本町の復興が成し遂げられるよう取り組んでまいります。次に復興推進事業についてですが、令和2年7月豪雨により被災した坂本町の復旧復興に向けて、国や県とともに和住邸もしくは宅地かさ上げによる整備についての説明会を被災地区で開催し、意見交換会などを実施しながら住まいの再建に向けた意向の集約に取り組みました。また坂本市周辺の再建に向けては、住民代表者などとの意見交換会、関係機関との調整を重ね、坂本市と整備基本計画を策定いたしました。今後も被災された皆様の住まいの再建をはじめ、
坂本支所等の早期再建に向けて国や県などと連携しながら取り組みを進めてまいります。次に地域おこし協力隊事業についてですが、坂本町の町づくりに地域で取り組む活動を支援サポートするため地域おこし協力隊員の募集を行い、令和4年4月に1名任用しております。なお現在は今年5月に任用した隊員との2名体制で地域協力活動に取り組んでおります。次に坂本地区防災拠点整備事業についてですが、高見社会教育センターへのスロープ設置工事やエアコンとトイレの改修工事等を行い、球磨川左岸の防災拠点を整備しました。今後は右岸側の拠点整備についても検討を進めてまいります。次に消防施設災害復旧事業括弧豪雨災害についてですが、令和2年7月豪雨で流出した瀬戸石地区の消防ポンプ格納庫の建て替えを実施いたしました。今後も被災した消防施設の復旧に取り組んでまいります。このように現在創造的復興に向け関連する事業を着実に行っている状況でございます。今後も国や県と密接に連携しスピード感を持って取り組んでまいります。以上総括といたします。詳細につきましては井上総括審議員次長から説明いたします。委員長。井上総務企画部総括審議員兼次長。皆様おはようございます。総務企画部の井上と申します。よろしくお願いをいたします。それでは着座にて説明をさせていただきます。どうぞ。私の方から第2巻総務費、第8巻消防費、第10巻、災害復旧費のうち市長公室総務企画部建設部関係の主な事業について説明をさせていただきます。まず令和4年度における主要な施策の成果に関する調書のその1の15ページをご覧ください。上段の職員派遣事業につきましては、令和2年7月豪雨災害にかかる復旧復興事業に従事する技術職員の確保のため、熊本市、岡山市、大阪府の枚方市から人的支援として中長期の派遣職員を受け入れたものでございます。豪雨災害分の決算額は3103万2000円で、主なものは中長期派遣職員の宿舎の借り上げ料276万円や、給与等人件費の負担品2817万9000円などでございます。今後の方向性につきましては、市による実施、現行通りとしておりまして、災害公営住宅の整備、坂本支所やコミュニティセンター再建などの復旧・復興事業に従事する技術職員が不足する間は、中長期派遣職員の派遣要請を行い、技術職員の確保に取り組んでまいりたいと考えております。続いて19ページ、下段の令和2年7月豪雨災害追悼式関連事業は、令和2年7月豪雨災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族、関係者の皆様に改めて哀悼の意を表するため、熊本県との共催で追悼式典を開催するとともに、坂本町の住民だけではなく、広く八代市民の方々が豪雨災害を記憶に留め、後世に伝えていく契機とするため、追悼式典後に同じ会場で一般献花を実施したものでございます。決算額は42万9000円で、献花用の花などの消耗品が9万3000円、式典のライブ中継等を行うための業務委託料24万円、式典会場の換気及び来場者の熱中症対策のための大型扇風機の備品購入5万9000円が主なものでございます。今後の方向性につきましては、市による実施現行通りといたしております。新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため規模を縮小して実施いたしましたが、一般献花については想定した数よりも献花がされた方が少なかったことから、今後の開催内容に反映させる必要があると考えております。なお今後の実施につきましては、共催している県とも協議を進めながら、ご遺族の皆様の意向を踏まえて対応していくことといたしております。続きまして21ページ下段の、私有財産管理事業（括弧坂本支所括弧豪雨災害）は、
令和2年7月豪雨で被災した旧八代東高校坂本分校跡倉庫等の解体工事を実施したものでございます。決算額は3718万円でございます。特定財源は地方債3340万円で、令和4年10月に工事を完了いたしております。続いて22ページ下段の坂本市庁舎解体事業括弧豪雨災害は、令和2年7月豪雨で被災した坂本市庁舎等の解体工事を実施したものです。本事業は令和3年9月補正予算で計上し、適正な工期を確保するため繰り越したものでございます。決算額は1億2259万2000円で、市庁舎の解体工事1億2022万円、PCB 廃棄物処理委託193万2000円、その収集運搬料44万円でございます。特定財源は地方債1億2010万円で、令和4年7月に工事を完了いたしております。続いて28ページ上段の復興推進事業は、令和2年7月豪雨で被災した坂本町の復旧復興を推進するため、国、県と連携し、住まいの再建に向けた取り組み、並びに被災した坂本市所の再建に向けた取り組みを行いました。決算額は3056万1000円でございまして、坂本市所整備基本計画等業務委託、並びに坂本市所用地取得のための公有財産購入費が主なものでございます。財源は県支出金が43万4000円、地方債が1010万円、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金237万4000円がございます。繰越額の9800万9000円は、坂本町中津道3地区の宅地かさ上げ安全確保事業について、国の事業進捗に伴う本市の事業負担金、また坂本市所周辺整備に伴う道路付け替え設計にかかる委託料でございます。不要額の5099万1000円は、宅地かさ上げ安全確保事業について、国との事業調整により、委託料および保証料等の支出が不要となったものでございます。今後の方向性といたしましては、市による実施、現行通りといたしております。被災地域の一日も早い住まいの再建、並びに令和7年末を目標とした坂本市所長の市所、等の整備に向け引き続き取り組んでまいります。次に28ページ下段の地域おこし協力隊事業は、坂本町のまちづくりに地域で取り組む活動を支援サポートするため、地域おこし協力隊員を募集任用し、産業観光の開発情報発信などの地域協力活動を行うものです。決算額は449万3000円で、主なものは令和4年4月任用の隊員1人分の報酬、手当、共済費を合わせまして279万8000円のほか、地域おこし協力隊希望者にお試し活動を体験してもらうお試し地域おこし協力隊事業の委託料18万5000円、住宅及び公用車の借り上げ料125万7000円などでございます。今後の方向性といたしましては、市による実施、現行通りといたしており、令和4年4月に任用の隊員に加え、新たに令和5年5月から1名の隊員を任用し、現在2名体制で取り組んでいるところでございます。続きまして、ページが飛びまして、149ページの上段の坂本地区防災拠点整備事業は、坂本市所の再度の浸水被害に備え、坂本町における球磨川の右岸、左岸のそれぞれに1か所防災拠点を整備する事業でございます。決算額は2168万1000円で、左岸側の拠点整備として、田上社会教育センターのスロープや電話の設置工事、エアコンやトイレの改修工事などを行ったものでございます。
特定財源は地方債2160万円でございます。繰越額の150万円は電源の接続切り替え工事に際して田上社会教育センター2階に閉鎖されておりますケーブルテレビの配信に支障が生じる可能性が高いことが判明したため、安全を確保の上で工事を行う必要があることから令和5年度へ繰り越したものでございます。不要額の401万9千円は工事の入札残301万円が主なものでございます。今後の方向性といたしましては、市による実施現行通りといたしておりまして、令和5年度には田上社会教育センターの電源引き込み工事を行うとともに、右岸側の防災拠点につきましても場所の選定も含め検討を進めてまいります。続きましてページが飛びまして180ページの下段の消防施設災害復旧事業豪雨災害は、令和2年7月豪雨において被災した瀬戸石地区の消防ポンプ格納庫の建て替えを行ったものでございます。決算額は169万4千円で、設置箇所の選定に時間を要したことから竣工が令和3年度内に間に合わなかったため、令和4年度へ繰り越して建て替え工事を行ったものでございます。特定財源は地方債160万円でございます。今後の方向性といたしましては、市による実施現行通りといたしており、令和2年7月豪雨により被災しました消防施設の復旧に引き続き取り組んでまいります。以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑をお願いします。いいですか。オークライン、はい、すみません、職員派遣事業で、災害関係で、本市に、応援に来ていただいている数、岡山、枚方、熊本市ですか、何名ずつおいでいただいているんですか。松本人事課長。皆さんおはようございます。人事課の松本でございます。今委員ご質問の、令和4年度の追加派遣の数ということでよろしかったですね。はい、合計4名でおりまして、熊本市から2名、岡山市から1名と大阪枚方市から1名とになっております。以上になります。はい、オークライン、引き続きなんですけど、その、4名の職員さんは、期限が区切られとですかね、何年度まで、とか、何年の何月までとかっていうようなご紹介をお願いできればと思うんですけど。はい、松本人事課長。はい、期間につきましては原則1年っていうふうになっておりまして、それぞれの復興整備のに携わるその関係課とですね、協議をして、で、今年度はこの職種が足りない、今年度はこの職種が足りないというふうに毎年この1年区切りで、期間で区切って、次の年のじゃあ何人ということを、そういった計画を立てているような形になります。よろしいですか。はい、オークライン、ということであれば今来年度の計画をされているというような状況で、理解してよろしいでしょうか。松本人事課長。はい、委員おっしゃる通りでございます。よろしいですか。はい、はいはい、他にありませんか。関連でよろしいですか。山本委員。今松本課長から説明の中でですね、特に派遣事業の中では技術職が、と専門職、技術職なんですけども、不足する場合にということが、さっき説明があったんですけども、これからの復興を含めて、技術者が不足するという前提の中でですね、こういう派遣事業をやるわけでありますので、
これはもう土木全体にですね、この技術職の問題というのは、まあ、明日は建設委員会があるわけですけども、技術職の不足というのは、職員採用時にですね、採用時に技術職の採用が少なかったと。これはですね、これだけ自然災害がこれだけその発生する状況になってですね、私はその一般職の中でも、技術職、専門職というのはですね、ある程度見通しをですね、つけながらですね、採用してもらいたいなというのが一つ。これは今のこの派遣事業の中でですよ。まあ、1年1年ですけども、その都度その都度技術職が少なく不足したから、じゃあ派遣、4人お願いしようか。じゃあどこどこですかという、そういうことが、まあ、これはもう自然災害の中で一番大事なことだと思うんですけども、特に私はこの技術職の不足というのは、身に感じておるような気がしてならないんですね。委員会でも一昨年も平成3年令和3年から4年どうもですね、この人員削減でですね、技術職の少ないということで執行部に対して今日は特に人事課もご質問おられますけども、何回かこう委員長にもお願いして技術職の採用を多くしていただきたいと。そしてまた特に事務系じゃなくて技術系のところにはですね、多くですね、まあ人員配置をしてほしいというのをですね、これはもうこれだけの災害豪雨が起きるわけですので、まあ、そういうのを含めて私はこの4人というのをですね、これ大事なことだと思います、大事なことだと思いますけれども、そういうのも考えた上でですね、不足しないように私は対応していただければなと思いますが、人事課長いかがかな。松本人事課長。はい、昨年度、令和4年度は不足が4名ということで、今年は復興整備が進む中でですね、今年度1人熊本市から建築の方を来ていただいております。で、来年についても今度はまた1人足りないかなっていうところで今は関係かとお話をしているところなんですけども、確かに技術職員については不足しているというふうに私たちも実感しておりまして、採用試験等でもですね、確実にこう取れるような形でこう進めようとしているんですが、なかなかの募集の方がですね、来ないっていうのが現状でありまして、背景にはただまあ民間の方が今ちょっと景気がいいということもありますし、さまざまなそのちょうど他の自治体とのこうバッティングとかそういったものもありますのですから、なんとか私たちも確保に向けて、努力はしているんですけども、ちょっと厳しいかなというような状況でございます。今後においてもですね、継続してそういったところの解決策に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。山本委員よろしいですか。山本委員、はい、人材育成ということを考えたときにな、やっぱり若い人の採用というのをですね、それから育成をしていくという、技術職の育成をしていくという、その考えは私は前向きに捉えていただきたいなと思います。いろいろとこの問題が後で出てくるんですよ。明日の建設委員会も含めて、今日もですけども、現場にですね、技術者がいないというのは、業者がいないのと、行政執行側がですね、いないということはですね、大変なことなんです。だからやっぱ繰り越しの影響だってですね、どんどんやっぱり先延ばりしていくという。今日は決算ですから、決算の中でですね、考えた中では私、そういうような考え方も捉えておかないかなというふうに思いますので、皆さん方も捉えていただければと思います。これ要望です。ただいまの意見でよろしいですか。はい、そのようにお願いします。他にありませんか。よろしいですか。成松委員。はい、ページ149の坂本防災拠点整備ということで、左岸側の田上教育センターの2168万ということで、まあ、電気の工事のとこさらっと触れられましたが、まあ、その内容というか、もう少し詳しく分かればと思いますが。はい、以上。はい、増田理事兼危機管理課長。おはようございます。危機管理課増田でございます。
ただいま、ご質問いただきました左岸側の、電気の部分の繰越金の部分でございますが、実はあの防災拠点として左岸の方を設置をするということで整備をする中におきまして、建築機械それと電気それぞれの工事をする中におきまして、今回ご質問いただきますが、電気の部分につきましては施設内にケーブルテレビが常駐をいたしております。でそちらで電気工事を行う場合に停電を一回しないといけないという形になります。で停電を行った場合に、これまでケーブルテレビで停電を行ったことはございませんので、一旦停電を行いますと坂本地区でケーブルが流れなくなる可能性があるということが発覚いたしましたので、その部分につきましては電気工事を再度見直しまして、その部分で令和4年度執行することができませんでしたので繰り越しを行ったというものでございます。以上でございます。委員長。はい。まあそのケーブルテレビの関係ということで、ありますが、被災した当時のことをですね考えると、まあ、右岸側は当然アプローチが厳しかった部分もある。しかし左岸側は田上があって、それと坂本中学校っていうところで、回っていったわけですよね。で、あの時も左岸側職員さん方が、各部山の中その住居にアプローチしていく大変な思いの中で、これはあくまで左岸側の拠点施設ということであるので、まあ、電気のことはよく分かったんですが、右岸側については、まあスマートインターであったり県道中津道の部分でこう比較的前よりもというのはありますが、田上教育センターについてはその電気に限らずですね、左岸の拠点としての施設整備というものは今後どういうふうに考えているか何かありますか。はい、増田理事権危機管理課長。失礼いたします。まず坂本地区の防災拠点整備ということで、今お話ございました左岸右岸ということで、今回決算で左岸という形で挙げさせていただいているんですが、そもそも防災拠点の考え方といたしまして、令和2年の7月豪雨を受けまして、今後万が一、球磨川の氾濫等によって、交通網の寸断ですとか、支所に、坂本支所に被害が、及んだときに支所機能が喪失した場合に備えまして、拠点といたしましては災害対策本部機能、支所機能を備えた、施設を、右岸左岸にそれぞれ1か所ずつ整備するという形で、計画をしております。で具体的には、自衛隊ですとか消防などの部隊活動の拠点機能、それと、支援物資などの集積拠点機能を備えるという形での整備を行うことといたしております。以上でございます。委員長。はい、成松委員。まあ、自衛隊も含めて、消防の拠点ということで、まあ、前回の時は坂本中学校が全国から消防職員が駆けつけたような状況もあったんですが、まあ、今言われた通り左岸側の拠点機能を持つ田上教育センターということで見込んで、これから具体的なものということであるので、やっぱ被災当時考えればね、左岸側から右岸を見て、まあ、最初は呆然とするような、状況もあったし、そういうことをやっぱり考えると、ここが左岸の拠点施設であるので、ぜひ秘書機能、拠点機能というのを充実するようなことをぜひ考えていっていただければと、これは意見でございます。以上です。はい、他にありませんか。はい、野崎。はい、すいません。19ページ下段の、追悼式関連事業ということでございます。今後の方向性というようなところでですね、課題というようなところでお話をされたと思います。一般献花の方はですね、想定よりも少なかったということでありましたけれども、令和5年の方はどんな状況だったでしょうか。浅川秘書広報課課長。
岡の浅川でございます。今委員お尋ねの献花の件数ですが、まあ、参考までに、初年度は、144件と昨年度が51件、今年度は31件でございました。まあ、年々こう減っているという状況でございます。以上でございます。野崎委員。今件数をお伺いしまして、また年々減ってきているというような状況ですけれども、今後の方向性はどのような考えでしょうか。浅川秘書広報課長。はい、こちらの開催、今後のことにつきましては、共催であります熊本県とも協議しながら、あとまたご遺族の方々ともちょっと協議を、お話をしながらですね、式典の開催、それからその献花の方法等につきましても、ちょっとお話を進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。野崎委員。はい、分かりました。ご遺族にですね、寄り添ったですね、対応ということでよろしくお願いしたいと思います。意見になります。はい。他にありませんか。よし。はい。古島委員。はい。28ページの地域おこし協力隊事業ですが、記憶が間違ったらごめんなさい。付与額がですね、371万7000円出てますが、当初は2名の採用だったというふうに記憶しておりますが、これは応募がなかったんですかね。松田坂本秘書地域振興課長。おはようございます。熊本市地域振興課の松田でございます。よろしくお願いいたします。はい、委員ご質問 の当初2名ではなかったのかということですけれども、はい、当初2名の採用でですね、予算の方を計上いたしておりました。ただその採用が1名にとどまっておりまして、9月にですね、途中1名の採用をして2名体制になったんですが、一身上の都合ということで、1ヶ月での退職ということになってしまいました。扶養額の主な内訳は、1名分の報酬手当、住宅の借り上げ料ということで、なっております。以上でございます。よろしいですか。はい、はい、他にありませんか。よろしいですか。はい、橋本委員。はい、関連ですが、この地域おこし協力隊のこの活動拠点、活動事業所っていうか、そこは今どこで活動されてるんですか。松田坂本市長地域振興課長。はい、地域おこし協力隊の活動拠点でございますが、地域おこし協力隊につきましては、本市 の会計年度任用職員として、雇用を出しております。事務所は坂本市地域振興課内に、2名在籍をしておりまして、そちらから、いろんな取り組みを行っているということになっております。以上です。よろしいですか。結構です。はい、他にありませんか。大倉委員。じゃあ大枠の形での質問の後ですけれども、令和4年度で、この豪雨災害関連で、投資をされた総額っていうのはどれだけの金額になっておりますか。でその財源も合わせてお示しいただければと思います。江崎代表監査員。おはようございます。この決算意見書にも記載をいたしておりますが、決算意見書の7ページの方に豪雨災害関係につきましては約20億の経費がかかっております。その財源内訳は今ちょっとここに手元にありませんので、ちょっと分かりません。
ほとんど記載だと思います。いいですか、委員長。奥田委員、はい、すいません、資料要求をお願いしたいんですけど。資料要求ちょっと、しばらく紹介します。本会に戻します。ただいま大倉委員から豪雨災害の予算についての資料請求の申し出がありました。お諮りいたします。本委員会として資料を請求することにご異議ございませんか。なし。ご異議なしと認め、その読み決しました。他にありませんか。はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありません。はい、はい、大倉委員、はい、4年度の分についてですね、災害復旧ということでご尽力いただいているということには、感謝をさせていただきたいというふうに思います。でその中でやはり本年度においてもですね、いろんな政策を取り組まれる中で坂本住民の方の人口がものすごくやっぱり減ってきているということはもう数字が表している通りだというふうには思うんですけども、そのサービスをされている中においても基本は坂本の町にまた戻ってもらいたいというような思いの中でされているというふうには思うんですが、その取り組まれている中身がなかなかそういうふうには住民の皆さんに受け止められていないっていう内容が多々聞いて聞こえてきておりますので、その点についてはしっかり執行部内で、住民の皆さんの意に本当に沿っている内容となっているのかというところをですね、確認しながらサービスの提供をお願いしておきたいというふうに思います。はい、他にありませんか。はい、それでは以上で第2巻総務費、第8巻消防費および第10巻災害復旧費中総務企画部関係分についてを終了します。執行部入れ替わりのため紹介いたします。それでは本会に戻します。次に第3巻民生費および第4巻衛生費中当委員会関係分について健康福祉部から説明願います。委員長。福本健康福祉部長。はい、おはようございます。おはようございます。健康福祉部の福本です。よろしくお願いします。それでは着座にて説明させていただきます。はい、どうぞ。令和4年度一般会計歳入歳出決算の認定をお願いするにあたりまして、健康福祉部が所管します第3巻民生費および第4巻衛生費につきまして総括を述べさせていただきます。まず令和2年7月豪雨災害に関しましては、地域支え合いセンターを設置して被災者支援を行っており、昨年度は延べ5089回の訪問活動を行いました。対象としていた337世帯のうち昨年度中に128世帯の支援が完了し、今年度に入りさらに52世帯が生活再建を果たし、現在は157世帯の支援を継続して行っているところでございます。また生活再建のための経済的支援として被災者生活再建支援金や災害援護資金の貸し付け、各地から寄せられた災害義援金の配分など迅速に対応してまいりました。ご承知のとおり坂本町は被災により人口減少及び高齢化が急速に進み、医療機関や介護事業所の移転など高齢社会に必要な社会資源も減少しております。そのような中、昨年度から実証事業として巡回型オンライン診療や服薬指導薬剤配送を実施し、少しずつではありますが利用者も増加しております。
今月に入り、これまでの実績を踏まえまして、利用者の意見、医師の課題等をまとめまして、本格運行における課題を協議したいと考えております。また、新たな坂本支所において、医療等活用スペースを設け、診療所の有無や、巡回診療の場としての活用、さらには公共交通の充実なども含め、幅広く協議検討を行ってまいります。今後も地域の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、復興のまちづくりに取り組んでまいります。それでは、議案第86号令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算第3巻民生費及び第4巻衛生費のうち、同委員会関係部につきまして、田中健康福祉部次長が説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いします。委員長。田中健康福祉部 次長。おはようございます。おはようございます。健康福祉部田中でございます。よろしくお願いいたします。失礼して着座にて説明させていただきます。はい、どうぞ。令和4年度一般会計歳入歳出決算第3巻民生費及び第4巻衛生費のうち、健康福祉部が所管します当委員会関係分の歳出決算につきまして説明いたします。それでは主なる予算の執行状況につきまして、令和4年度における主要な施策の成果に関する調書その1を用いて説明いたします。まず民生費中社会福祉の関係事業です。43ページ上の表、被災者生活再建支援事業豪雨災害です。この事業は被災した世帯の見守りや相談支援等を行う地域支え合いセンターを設置し、生活支援相談員により被災者の早期の生活再建と自立を図るものです。決算額は3484万円で、全額が八代市社会福祉協議会への委託料です。なお特定財源といたしまして、全額県支出金がございます。扶養額474万円につきましては、支援により対象世帯が128世帯減少したことによるものです。今後の方向性といたしましては、支援対象世帯数の減少に伴い、令和5年度の相談支援員数を9人から6人へ見直したことから、市による実施規模縮小としており、今後も関係機関と連携を図り、被災世帯に寄り添いながら早期の生活再建と自立を支援してまいります。次に46ページ上の表、被災者転居費用等助成事業です。この事業は熊本地震並びに令和2年7月豪雨で住宅が被災したことにより、応急的な住宅の居住を余儀なくされた被災者が恒久的な住宅として県内の住宅や民間賃貸住宅等に転居した際の引っ越し費用などを一部助成するものです。決算額は1510万円で、特定財源として県支出金があります。扶養額480万円ですが、これは応急仮設住宅の供与期限がやむを得ない事情で認められた世帯に対し、さらに1年間延長されたこともあり、当初の想定よりも少なくなったことなどによるものです。今後の方向性といたしましては、熊本地震にかかる転居費用助成の申請期限が令和4年度末まであったことから、市による実施規模縮小としております。引き続き被災者世帯の住まいの再建状況について随時把握し、申請漏れのないよう支援していきます。次に下の表、被災者見守り対策事業豪雨災害です。この事業は豪雨で被災し応急仮設住宅に入居する独居高齢者等の世帯に安心した日常生活を送ることができるよう、緊急通報装置の対応を行い、民間セキュリティ会社に見守りを委託するものです。決算額は36万9000円で、特定財源として県支出金があります。今後の方向性といたしましては、応急仮設住宅から恒久的な住まいへの転居が進むにつれて、
見守りが必要な世帯は減少していくことから、市による実施、規模縮小としておりますが、引き続き要配慮世帯の生活の安全を確保してまいります。次に民生市中災害救助費の関係事業です。長所は少し飛びまして65ページ上の表です。建設型応急住宅等管理事業豪雨災害です。本市では被災世帯の住まいの支援のため、市民救助仮設団地と岡中町仮設団地の2つの建設型応急住宅を設置しています。この事業は、この2つの仮設団地の入居者が快適な生活を送れるよう、集会所や街灯にかかる光熱水費をはじめ、団地内の通路や駐車場、また共有部分等の維持管理を行うものです。決算額は52万7000円で、特定財源として全額県支出金があります。扶養額144万8000円ですが、主な理由は両団地ともに比較的新しいこと、加えて台風等による被害がなかったため、施設の修繕が少なかったことによるものです。今後の方向性といたしましては、被災世帯の住まいの再建も進み、仮設団地の入居者も減少していきますが、引き続き入居者の快適な生活が保たれるよう、市による実施、現行通りとしています。続きまして、衛生費の関係事業について説明いたします。70ページの下の表、デジタル医療マース推進事業です。本事業につきましては、令和2年7月豪雨で被災した坂本地域におきまして、看護師等が乗車した診療車で、地区公民館等を訪問し、診療所にいる医師が遠隔診療機器を使い、オンラインによる診察を行うものです。また、後日、患者への薬剤の配送にも同車両を活用し、その際の薬剤師による薬服薬指導につきましても遠隔で行っており、令和4年度から実証に取り組んでおります。決算額は1719万7000円で、事業のサポート及び運転手や車両の管理をお願いしております業者への委託料1467万9000円、オンライン診療者の賃借料149万1000円、備品購入費75万7000円が主なものです。なお、特定財源として国庫支出金とふるさと八代元気づくり応援基金繰入金があります。今後の方向性といたしましては、市による実施現行通りとして、し令和6年度までの国からの交付金対象期間中に課題等の検証を行いながら、引き続き事業の継続に取り組むことといたしております。以上、健康福祉部所管分のご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑をお願いします。次はありませんか。他にありませんか。ありません。はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありません。以上で第3巻民生期及び第4巻衛生費中健康福祉部関係分についてを終了いたします。執行部入れ替えのため紹介いたします。本会に戻します。次に第2巻総務費及び第4巻衛生費中当委員会関係分について市民環境部から説明願います。以上、島田市民環境部長。はい、
おはようございます。おはようございます。市民環境部の島田でございます。よろしくお願いします。着座にて失礼いたします。どうぞ。令和4年度一般会計決算中、令和2年7月豪雨に関する特別委員会に付託されたもののうち、市民環境部が所管いたします施策につきまして総括をさせていただきます。まず総務費に属します事業として、坂本コミュニティセンターの解体事業を実施いたしました。現在基本実施設計の策定に着手したところで、坂本の創造的復興に向け地元の声を反映しながら令和7年中の完成を目指してまいります。また衛生費に属します事業として、被災家屋等の公費解体を実施いたしました。この事業は令和2年度から3年度までの2か年事業の予定でありましたが、地元からの要望を踏まえ1年延長して実施したものです。これにより生活環境の改善、二次災害の防止および生活再建支援とともに被災地の迅速な復旧に寄与できたものと考えております。以上総括とさせていただきます。事業の決算内容については吉井次長が詳細説明いたします。よろしくお願いします。はい、委員長。吉井市民環境部次長。おはようございます。市民環境部の吉井でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。どうぞ。令和2年7月豪雨に関する市民環境部所管の総務費および衛生費の関係分につきまして、令和4年度における主要な施策の成果に関する調書、その1によりご説明いたします。それではまず、総務費の関係分をご説明いたします。35ページをお願いいたします。下段の坂本コミュニティセンター解体事業、括弧豪雨災害でございますが、令和2年7月豪雨で被災した坂本コミュニティセンターを再建するため、利用不能となった施設の解体を令和3年12月に着手し、令和4年7月までの工期で実施したものです。決算額は6515万9000円でございます。特定財源は地方債の災害復旧事業債6510万円でございます。不要額703万1000円は解体工事の設計変更を見込み、前年度から繰り越した予算額の執行残でございます。今後の方向性としましては、解体工事が令和4年7月末で完了しましたことから、完了としております。今後、市場等周辺整備の完了予定であります、令和7年12月を目標に、坂本コミュニティセンターの整備を進めることとしております。続きまして、衛生費の関係分についてご説明いたします。76ページをお願いいたします。上段の災害廃棄物処理事業、括弧豪雨災害でございますが、この事業は令和2年7月豪雨災害で発生した損壊家屋等の解体工事を市が所有者に代わって行う公費解体が主な内容でございます。令和2年度から事業に着手し、3年度中に完了する見込みでございましたが、当初の期限までに申請できなかった方々からの要望を受けまして、国や県とも協議を行い、申請受付を令和4年10月末までに延長し実施いたしました。令和4年度の決算額は1億1782万6000円で、内訳といたしましては、公費解体工事費1億1411万円、これに伴う測量業務委託費371万6000円でございます。また、解体件数につきましては、令和4年度は23件となっており、2年度の14件、3年度の277件を合わせました3か年の合計は314件となっております。なお、特定財源としまして、国の災害等廃棄物処理事業費補助金
4982万6000円、地方債の災害対策債6800万円がございます。扶養額2777万4000円は入札残が主なものでございます。最後に今後の方向性でございますが、令和4年度に事業は終了しているため完了としております。以上で説明を終わります。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑をお願いします。ありません。はい、他にありませんか。ですか、山本委員。はい、豪雨災害のですね、災害廃棄物の処理の事業の中での入札残を今説明さ、あの扶養額を説明されましたね。まあ、入札残ということで2777万4000円ということで、決算額を見た中でパーセント何パーセントですか。当てんでいいよ。田中循環社会推進課長。循環社会推進課田中でございます。よろしくお願いいたします。事業費の予算からしますと約 15% になります。以上です。よろしいですか。はい、他にありませんか。はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。以上で第2巻総務費および第4巻衛生費中市民環境部関係分についてを終了します。執行部入れ替わりのため紹介いたします。それでは 本会に戻します。次に第5巻農林水産業史および第10巻災害復旧し中当委員会関係分について農林水産部から説明願います。委員長、尾崎農林水産部長。はい、皆様おはようございます。おはようございます。農林水産部長の尾崎でございます。よろしくお願いいたします。はい、着座にて説明させていただきます。それでは議案第86号令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算のうち令和2年7月豪雨災害関係分の第5巻農林水産業費および第10巻災害復旧費につきまして全体的な総括をさせていただきます。第5巻農林水産業費では被災した住宅の畳張り替えに約90万円、第10巻災害復旧費では農地および農業用施設災害復旧事業の国庫補助事業関係分で約4億3000万円の被害が発生しており、そのうち令和4年度は約1億9000万円執行しております。また林道施設災害復旧事業では約24億9000万円の被害が発生しており、そのうち令和4年度は約3億8000万円執行しております。特に林道災害復旧事業におきましては、これまで被災した林道の手前で他の災害復旧工事が行われているなど厳しい状況が続いておりましたが、それらの工事の完了に伴い徐々に工事に着手できる状況になってきておりますので、今後も関係機関との連携を密にしながら復旧を加速してまいります。以上で令和2年7月豪雨災害関係分の主な総括とさせていただきます。なお各事業の詳細につきましては村井農林水産部次長より説明いたさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、委員長。村井農林水産部次長。おはようございます。農林水産部村井でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。どうぞ。それでは議案第86号八代市一般会計歳入歳出決算のうち令和2年7月豪雨に関する第5巻農林水産業費および第10巻災害復旧費につきまして令和4年度における主要な施策の成果に関する調書
その1を用いましてご説明いたします。また資料として農業用施設林道施設災害復旧の進捗状況について農林水産部所管分を添付しております。説明は事業の内容、決算額、特定財源、不要額及び今後の方向性の順に説明してまいります。それでは官後農林水産業費のうち令和2年7月号に関する部分についてご説明いたします。92ページをお願いいたします。下段の新型コロナウイルス感染症対策事業畳表張替えは国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して令和2年7月豪雨により被災した者が行う畳の新調または畳表の張り替えに要する経費の9割を補助するものでございます。実施内容としましては豪雨災害畳表張り替え支援6件 77.5 条で決算額は88万1000円となっております。なお特定財源として国庫補助金60万円県支出金28万1000円を財源としております。不要額は360万4000円となっており申請者が想定より少なかったことによるものでございます。今後の方向性としましては完了終了としており申請者数がかなり減少していることから早急に復旧が必要であるものについては完了したものと考えられます。続きまして官10災害復旧費のうち令和2年7月号に関する部分につきましてご説明いたします。少し飛びまして177ページをお願いいたします。下段の農業施設災害復旧事業は令和2年7月豪雨等の自然災害により被災した農地及び農業用施設の復旧を図るものでございます。そのうち令和2年7月豪雨に関する決算額は1億8979万5000円で現年度分として農地農業用施設復旧工事6件1286万5000円農業用施設修繕11件429万1000円保証費1件192万3000円となっております。また令和3年度からの繰越免許分としては農地農業用施設復旧工事7件4732万2000円保証費1件659万円となっております。さらに令和2年度からの事故繰越分として農地農業用施設復旧工事11件1億1898万9000円農業用施設修繕7件374万6000円となっております。なお令和4年度末において全復旧工事63件すべて発注済みであり54件が完了しており9件が施工中であります。令和5年度中には全ての工事が完了見込みとなっております。また繰越免許費及び事故繰越費を含みまして1億1234万円は工事請負費、修繕費、保証費などで、翌年度へ繰越して執行するものでございます。特定財源として現年分、繰越免許分、事故繰越分を合わせまして県支出金6142万1000円、地方債730万円、その他特定財源としまして、農地災害復旧分担金175万5000円を財源としております。不要額の610万5000円のうち、令和2年7月豪雨災害によるものは395万1000円であり、入札残によるものでございます。今後の方向性としましては、市による実施、現行通りとし、引き続き農業生産の基盤の維持や農業経営の安定を図るため可能な限り迅速かつ的確に復旧を進めることとしております。178ページをお願いいたします。上段の林道施設災害復旧事業は令和2年7月豪雨等の自然災害により被害を受けた林道の災害復旧を図るものです。そのうち令和2年7月豪雨に関する決算額は3億7980万9000円で現年度分としては測量設計業務委託3件1324万7000円工事請負費2件2143万8000円が主なもので令和3年度からの繰越分は
工事請負費14件、3億4378万1000円などが主なものとなっております。なお、令和4年度末において、全復旧工事32路線121件のうち41件が完了、12件が施工中であり、執行率は 44% となっております。また、事故繰越費として、2億417万3000円は工事請負費で翌年度へ繰越して執行するものでございます。特定財源として、現年分繰越分合わせまして、県支出金3億2857万3000円、地方債120万円を財源としております。扶養額の1億2913万1000円のうち、令和2年7月豪雨災害によるものは9386万8000円であり、令和3年度からの繰越事業について、他事業の影響及び入札不調等により、未契約となったものについては、事故繰越することができず、扶養額として整理必要があることによるものでございます。今後の方向性としまして、市による実施、現行通りとし、引き続き被災箇所の早期復旧に取り組んでいくこととしております。以上、農林水産部関係分の説明とさせていただきます。ご審議方、よろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑をお願いします。はい、野崎委員。はい、178ページ上段、林道設備災害復旧事業ということで、当初、令和4年度ですかね、の分についてはなかなか執行できづらかったというような話、まあ、部長の方からもあったんですけれども、まあ、その後はですね、まあ、対応できるような状況になってきて、かなり、スピード感上げてですね、まあ、取り組んでいただいているというような話もありましたけれども、令和5年、まあ、そして、まあ、で完了するんですかね、令和6年ぐらいですね、その辺のところ見通し、ちょっと。前田林水産林務課長。おはようございます。水産林務課前田です。よろしくお願いいたします。ただいま野崎委員からのご質問で、まあ、最終的な完了年度はいつだろうかというようなご質問かと思いますけれども、現在、まずこちらの令和2年7月豪雨災害につきましては、泉管内それから佐久本管内で、まあ、工事を行っているわけでございますけれども、まず、泉管内について申し上げますと、令和6年度発注約1件ございますけれども、一応そちらの方で、完了する予定としております。それから、佐久本管内につきましても、こちらにつきましては、まあ、令和6年とか令和7年、おそらくそのあたりまでずれ込むような形になってくるとは思います。以上、お答えといたします。野崎委員。はい、わかりました。はい、他にありませんか。よろしいですか。橋本委員。確認ですが、さっき、44% した、これは今、全体の工事の完成している部分が 44% で理解しているからですね。前田水産林務課長。はい、水産林務課前田でございます。先ほどの 44% と申し上げましたのは、着手率が 44% ということでご理解いただければと思います。以上です。これは設計まで含むとですか。工事中、はい、工事に着手しているところがですね、工事着手ですね、はい、完了分も含めまして、はい、以上でございます、はい。よろしいですか。はい、結構です。はい、他にありませんか。それでは以上で質疑をしよう。大和委員見えんだってごめんね。喫茶を見る中で、数字的にはもう私も関西の一見でですね、まあ、信頼をしておりますので、まあ、参考にしながらですね、決算書を見た中でですね、要はその今の理由というのは私の感覚ですよ。これ年度内の執行というのは予算執行というのは当たり前のことなんですよね。そうなんですね。でそれがいろいろ事情関係あって繰り越しをするし、繰り越し免許をするし、そしてまたその扶養額も一緒なんですけども、やっぱりそこら辺についてはいろんな事情がありましたですね。この自然の災害ですので、それはものすごく理解します。その中で先ほども出たんですが、まあ、一見述べたんですけれども、
技術職の不足というのはそういうのには関係ないですか。と言いますのは今橋本委員からの質問がありましたように執行率が 44% ということなんですよ。となればですね、何かの原因がやっぱあるだろうというふうに私たちは決算を見る中ではですね感じるわけなんです。でそこら辺はどうなんですか。ちょっと教えてください。前田水産林務課長。はい、今、委員会委員の方からのご質問で、まず技術職が不足していないかというようなことですけれども、今回、扶養額とかそういうふうなやつが結構生じましたのは、これはあくまでもその現場の、状況によるということでご理解いただければと思います。それから技術職につきましては、現在、おそらく土木職を念頭におっしゃってられるかと思いますけれども、森林土木技術の職員については、今現在は若干、不足しているような状況でございますので、こちらはあの人事課と、協議をいたしまして、毎年、昨年度からですけれども、1名ずつの増員、採用をしていただいております。今後ともですね、状況を見ながら、そのあたりにつきましては、災害復旧の対応を含めて、人事課の方には要求していきたいと考えております。以上です。よろしいですか。山本委員。今の説明の中で、現場の状況ということをですね、説明されたんですが、現場の状況で交渉するのはたくさんの要件がありますよね。用地買収から、そしてまたいろんな問題というのがたくさんある中で、その交渉するのはやっぱり事務系の方々も交渉されるし、土木系の方々も技術系の方々も交渉されるし、地域の方々からも交渉される。その一番の問題は何ですか。一番の問題というのは土地の交渉なんですか、それともその保証 なんかあると思うんですけども。一見坂本師匠、災害復旧課長。おはようございます。災害復旧課一見でございます。今一番ネックになっている問題は何かというようなことで、坂本の林道関係がですね、ほぼほぼ県道とか国道から櫛の葉状にこう伸びていって、迂回路がないもんですから、ほぼほぼですね。で、どうしても先の方の現場に行くにあたっては、途中の崩壊とか手前の方から、事業を進めていかないといけないというようなことで、補償もろもろというのは、その都度、職員の方で対応させていただいておりますけども、なかなかその現場の方に入って、手前の方からどうしてもこう手前の工事が完了してからでないと先に進めないというような状況もあるものですから、そういったことが一番の原因かというふうに考えております。よろしいですか。はい、委員長、します、はい、他にありませんか。はい、それでは質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。成松委員。はい、今もルル何がね、区間も含めてということでありますが、大変執行部がですね、今言われた県道国道の絡みがあって、手前からやられていることもありますし、あと技術職不足の分もそれなりに皆さんでですね、カバーしながらやられているけれども、一つはですよ、やっぱり業者さんがやはり不足していた、もうこれが一番だと思うんですよね。でそれでこう例えば人吉駒の方は少し整備が早かったってなると、一部ご意見を聞けば、どうしても八代はこう平均額基準額でいくけれども、町村の方は少し工事費云々の精査が高かったりとかで、向こうに八代市の方でも行ってしまったりっていうのがあったみたいで、しかしながら全体のパイから考えると、やはり業者の方々の若手の方々の育成も今一生懸命されていますが、業者不足が否めないと思います。そういった中でいろんな精査していく金額であったり業者さんであったりということは大変皆さんご苦労があろうかと思いますが、一日も早いですね、復興を目指して頑張っていただきたいというふうに思います。
以上意見です、はい、他にはありませんか。すみません、はい、それでは以上で第5巻農林水産業史及び第10巻災害復旧史中農林水産部関係文についてを終了します。執行部入れ替わりのためしばらく紹介いたします。今回に戻します。次に第6巻商工費及び第9巻教育史中当委員会関係文について経済文化交流部から説明願います。野々口経済文化交流 部長、はい、皆様こんにちは。経済文化交流部の野々口でございます、どうぞよろしくお願いいたします。失礼して着座にて説明させていただきます。どうぞ。議案第86号令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算のうち経済文化交流部所管の当委員会関係分の決算審査をお願いするにあたりまして、まず私から第6巻商工費第9巻教育費の関係分につきまして総括をさせていただきます。令和4年度につきましては坂本復興商店街の適正な管理運営やにぎわいづくりのための支援をはじめ、地域の観光拠点施設であります道の駅坂本の本格的な復旧のための道の駅坂本復旧調査業務委託の実施、地域住民の方々の拠り所となっているお堂などのコミュニティ施設の整備に対する支援などを行ってまいりました。今後も坂本地域の住民や事業者の方々が被災前の状態以上になるよう坂本町の経済文化交流の創造的復興に向けて取り組みを推進してまいります。以上で総括とさせていただき、詳細につきましては経済文化交流部小野次長が説明いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。委員長、はい、の小野経済文化交流部次長。皆さん改めましてこんにちは。経済文化交流部の小野でございます。それでは説明につきましては着座にて進めさせていただきたいと思います。どうぞ。それでは令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算書における経済文化交流部所管の当委員会関係分につきまして説明させていただきます。資料は令和4年度における主要な施策の成果に関する調書にて行いますが、主要なものを抜粋して説明させていただきます。それではまず商工費から説明いたします。調書の118ページをお願いいたします。118ページ下段の仮設施設整備支援事業括弧豪雨災害でございますが、豪雨により被災した坂本町の店舗や事業所等が事業再開できるまでの支援として道の駅坂本の敷地内に坂本復興商店街を整備し、希望する被災事業者に貸し出すとともに坂本町の復興のシンボルとなるようにぎわいを創出するための各種取り組みを支援するなど商店街の適正な管理運営を行うものでございます。決算額は304万7000円で、内訳としましては整備しました仮設店舗の修繕料4万9000円、固定資産税60万3000円、不動産取得税131万7000円、敷地周辺の除草管理業務委託料38万7000円、集客イベント補助金67万9000円などが主なものでございます。特定財源として、ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金107万8000円を充てております。今後の方向性としまして、市による実施、現行通りとしております。現在も旧事業者が入居中であり、さらににぎわい創出のための支援を行うとともに、アンケートやヒアリングを行い、入居事業者が新たな事業所を確保し、事業再開できるよう継続してサポートしてまいりたいと考えております。次に121ページ、下段の広域交流センター坂本間、括弧道の駅管理運営事業でございますが、本事業は、令和2年7月豪雨で被災した坂本町の観光振興施設であり、
地域情報の発信拠点である広域交流センター坂本館の管理運営を行うものでございます。決算額は1290万4000円で、坂本館の復興商店街移転に伴う修繕料65万8000円、指定管理委託料488万3000円、道の駅坂本復旧調査業務委託料729万3000円などが主なものでございます。特定財源として豪雨災害寄付金33万円を充てております。今後の方向性としましては、市により実施、現行通りとしております。現在、坂本館は令和5年4月より坂本復興商店街で営業を行っており、道の駅坂本の本格的復旧に向け、昨年度実施した道の駅坂本復旧調査業務委託に基づき、再整備について国検討と連携を図り進めてまいります。次は教育費のうち当初漢文について説明いたします。資料は170ページの方をお願いしていたします。170ページ上段の埋蔵文化財緊急発掘調査及び保存処理事業でございますが、本事業は文化財保護法に基づき周知の埋蔵文化財宝蔵地とその周辺における土木建築工事について事前に出掘調査を実施することにより遺跡の有無や状況を確認することで遺跡の保存と開発行為の両立を図るものでございます。また貴重な発掘出土品を後世に伝えるため必要に応じて適切な保存処理を施すものでございます。決算額は1813万6000円で、会計年度職員の給料等で194万6000円、麦島城跡出土平屋蔵建築部材再保存処理業務委託1056万円、細部文化財収蔵施設被災物品等廃棄作業業務委託462万円などが主なものでございます。特定財源としましては国庫支出金埋蔵文化財緊急調査費補助金562万9000円を充てております。今後の方向性としましては市により実施現行通りとしており、文化財保護法に基づく業務であるため引き続き市が行う必要があります。災害時の対応については弾力的な運用を検討し、災害からの復興に伴い増加することが考えられる届け出通知や各種調査に対応できるよう体制の確立を図ってまいります。次に173ページ上段の地域コミュニティ施設等再建支援事業括弧豪雨災害でございますが、本事業は県の令和2年7月豪雨被災者等支援交付金を活用し、被災した地域コミュニティ施設等の再建に要する経費の一部を補助するものでございます。補助率は2分の1、補助の上限額は建物が1件当たり1000万円、用具類が1件当たり100万円となっております。決算額は88万9000円で、藤本天満宮が浸水によりお堂全体が浮き上がり基礎がずれたため修復した経費88万9000円でございます。財源としましては全額県の豪雨被災者等支援交付金を充てております。今後の方向性としては市による実施現行通りとしており、地元の経費負担も必要となりますことから、その準備が整った案件から順次予算措置を行った上で支援を行い復興に向け取り組んでまいります。最後に予算流用について説明をいたします。一般会計の歳入歳出決算書の159ページの方をお願いいたします。備考欄中段にあります26節効果費から13節使用料及び賃借料への流用131万7千円は、坂本復興商店街の不動産取得税について貸主であるリース会社が県に支払い、その後契約書に基づき市に請求することとなっていたため、高価費での支出は適切でないことから使用料及び賃借料へ流用し支出したものでございます。以上で説明を終了させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑をお願いします。ありませんか。なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。大倉委員。はい、復興商店街の運営のことですけど、一番やっぱり影響外貨をこう
落としていただくとか使っていただくという部分を考えたときに、あの萩原橋のこちらから行くと、清流高校側ですよね、の方に219号線通行止めという看板が今も上がってるんですよね。これでやっぱり一般の方が躊躇されるということがかなりあると思われますので、以前も申し上げましたけど、県とか国とかのとですね、交渉していただいて、この看板がどうにかならないのかといったところをですね、もしくはその復興商店街とかクレヨンまでは行けますとか、そういうですね、看板が立てられないのかというところをですね、大きな看板がですね、立てられないのかというところをご検討いただきますようにお願いしたいというふうに思います。はい、他にありませんか。はい、以上で第6巻商工誌および第9巻教育費中経済文化交流部関係文についてを終了いたします。執行部入れ替わりのため紹介いたします。本会に戻します。次に第7巻土木誌および第10巻災害復旧費中当委員会関係分について建設部から説明を願います。はい、委員長。西建設部長。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。建設部の西でございます。よろしくお願いいたします。恐れ入りますが説明は着座にてよろしいでしょうか。どうぞ。それでは、議案第86号令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算のうち令和2年7月号に関する建設部所管分の総括をまず述べさせていただきます。令和4年度は坂本町の災害からの復旧復興を加速化するため、道路や河川の公共インフラの災害復旧を進めるとともに被災者の生活再建を支援するための住まいの安全確保支援事業や国土交通省により実施されます和住邸整備に伴う和住邸内水対策整備事業を行っております。また災害公営住宅整備事業により大篠団地中津道住宅藤本団地の設計を行い工事の発注を行っております。公共インフラの災害復旧につきましては道路や河川等の修繕や災害復旧事業にかかります測量、設計、工事を適宜発注したことにより一部入札不調等により復旧工事に遅延が生じておりますが着実に前に進めることができました。引き続き早期復旧を目指しまして事業を推進してまいります。住まいの安全確保支援事業につきましてはできるだけ多くの被災者にご利用いただくためにチラシの配布、ホームページや広報誌に掲載するなど広く周知を図り多くの皆様に支援を行うことができました。災害公営住宅整備事業につきましては坂本駅周辺地区を除きます3地区大篠地区、藤本大門地区、中津道地区について令和4年度中に建設工事を発注しまして整備を進め大篠団地が3月に完成しております。なお中津道住宅及び藤本団地も令和5年度に入り完成しております。予算の執行状況につきましてはこの後宮畑総括審議兼次長により説明いたさせますが坂本町の豪雨災害からの復旧復興につきましては事業が滞ることなく一日も早い生活再建が図られますよう国や県とも連携を密にしながら一丸となって取り組んでまいります。以上、決算審査にあたりましての総括とさせていただきます。委員長。宮畑建設部総括審議員兼次長。はい、こんにちは。建設部次長の宮畑でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。どうぞ。失礼します。令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算のうち第7巻土木費第10巻災害復旧費中建設部関係分の主な事業について令和4年度における主要な施策の成果に関する調書によりご説明いたします。それでは
それでは主要な施策の成果に関する調書の135ページをお願いいたします。下段の和住邸内水対策整備事業括弧豪雨災害は、令和2年7月豪雨により被災した坂本地区において和住邸により復旧する地区については内水対策が必要となることから、排水ポンプの設置などを行うものでございます。決算額390万円は、坂本町西部地区内水対策基本設計業務の委託料でございます。繰越額1580万円は、内水対策の検討対象地区が追加となり、業務委託の年度内完了が困難となり繰り越したものでございます。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとしており、引き続き国による和住邸整備事業の進捗に合わせ内水対策整備事業を進めてまいります。137ページをお願いいたします。下段の住まいの安全確保支援事業括弧豪雨災害は、令和2年7月豪雨災害からの生活再建並びに市街地及び集落の復興推進を図るため、災害リスクの低い場所への家屋移転や家屋のピロティ化等の安全対策を行う住民に対し補助をするものでございます。決算額7950万円は、坂本町内への移転3件、坂本町外への移転23件、合計26件分の補助金でございます。特定財源としまして、県支出金5200万円があります。繰越額700万円は、年度内の家屋移転が完了しなかった2件分でございます。扶養額1億2100万円は、申請残が主なものでございます。今後の方向性としましては、市による実施、現行通りとしており、引き続き支援を行うとともに、事業の周知や相談体制を強化し、対応してまいります。143ページをお願いいたします。下段の災害公営住宅整備事業、括弧豪雨災害でございます。大変申し訳ございませんが、調書の方に訂正がございます。中段の左側、主要な施策の概要の中ほどに、ふるさと八代元気づくり応援基金対応分とございますが、正しくはふるさと元気づくり応援寄付金対応分でございます。また、右側の財源内訳の欄の中ほどに、ふるさと元気づくり応援基金繰入れ金とありますのは、正しくはふるさと元気づくり応援寄付金でございます。名称の訂正のみで金額に訂正はございません。よろしくお願いいたします。説明に戻ります。災害公営住宅整備事業括弧豪雨災害は、令和2年7月豪雨災害に伴い、災害公営住宅の整備を行うものでございます。決算額2億5281万3000円は、令和3年度からの繰越分を含め、大篠団地、中津道住宅、藤本団地の基本実施設計業務委託及び工事請負費が主なものでございます。特定財源は国庫支出金1億1273万3000円、地方債7360万円、ふるさと元気づくり応援寄付金285万4000円があります。繰越額2億2181万3000円は、早期の生活再建を目指し、年度途中で工事に着手したことから繰り越したものでございます。扶養額3087万円は、業務委託における設計精査による件および入札残が主なものでございます。今後の方向性としましては、市による実施、現行通りとしております。これまでに災害公営住宅3箇所、計10戸の整備が完了し、残る仮称坂本町、松崎団地10戸につきましては、令和7年度中の整備完了を目指して取り組んでまいります。
少し飛ばしまして178ページをお願いいたします。下段の道路橋梁施設災害復旧事業は令和2年7月豪雨分も含め令和元年度以降の大雨等により被災した道路の舗装や乗り面等の施設を復旧するものでございます。決算額4億6319万3000円のうち令和2年7月豪雨災害分は繰り越し分も含め市道24件の災害復旧工事や災害復旧修繕11件原材料支給7件などで3億9652万1000円でございます。特定財源につきましては豪雨災害分としまして国庫支出金2億6800万4000円地方債1億1572万9000円その他特定財源としましてふるさと八代元気づくり応援基金繰入れ金504万4000円があります。繰越額5億5316万7000円のうち豪雨災害分は5億2766万4000円で国や県など関係機関との協議や調整および他工事との現場複装また入札不調などにより工事発注の遅延および工事施工に負担を要したことから年度内の完了が困難となったため繰り越したものでございます。不要額5億7463万2000円のうち豪雨災害分は4億7889万9000円で国および県が管理する道路や河川などを含め多くの施設が被災したことから各機関と協議調整を行った結果工事用道路の確保ができないなど早期の工事着手が困難な箇所が多く繰り越して次年度での復旧工事完了が見込めないため不要としたものでございます。今後の方向性としましては市による実施現行通りとしており被災した道路橋梁施設を速やかに復旧し市民が安心安全に生活できるよう努めてまいります。179ページをお願いいたします。上段の河川施設災害復旧事業は令和2年7月豪雨や令和3年度の大雨令和4年度の大雨や台風により被災した河川施設の復旧を行うものでございます。決算額1億2007万2000円のうち令和2年7月豪雨災害分は繰り越し分も含め災害復旧工事13件河川施設修繕3件等で8213万8000円でございます。特定財源につきましては豪雨災害分としまして国庫支出金4149万6000円地方債3985万円ふるさと八代元気づくり応援基金繰入れ金77万4000円があります。繰越額7603万7000円のうち豪雨災害分は3360万円で工事着手前の地元および関係機関協議に時間を要したことや国の災害査定後の工事発注となったため年度内の完了が困難となったものでございます。不要額1219万6000円のうち豪雨災害分は860万1000円で修繕や業務委託における設計精査による減および入札残が主なものでございます。今後の方向性としましては市による実施現行通りとしており被災した河川施設を速やかに復旧し市民が安心安全に生活できるよう努めてまいります。下段の公園施設災害復旧事業括弧豪雨災害は令和2年7月豪雨により被災した公園施設を復旧するものでございます。決算額1559万5000円は球磨川ワイワイパークの災害復旧工事3件分でございます。特定財源につきましては地方債1550万円があります。令和4年度で復旧工事が竣工しておりますので
今後の方向性は完了としております。以上で議案第86号令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありませんか。ありません。はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。成松委員。一点だけです。災害、住まいの安全確保であったり災害公営住宅も含めてですね、大変なところの事業で窓口皆さん頑張っておられるんですが、やっぱり坂本の方々からご意見が先ほど他の議員さんからも出たんですけども、不平不満というよりもですね、やっぱりこう今ノスタルジックな思いとトラウマとの狭間の中でこういろんなことを窓口に相談されるというのがあるんですよね。で、小橋も住宅の件だったんですが、以前お話したんですけども、またそれに似たようなケースで、引っ越しをした、出ていった、で、忘れ物があるやもしれんというので戻った。そしたら出た後のそこのポストがもうガムテープでこうぐるぐる巻きにこうなっとったというような案件であったり、やっぱりこうそういうところでこう変な誤解を招くところがあると思うんですよ。で、執行はそのいうつもりはなくて、もう出ていかれたんでこう封鎖したのかもしれんけれども、まあそういったところのこうちょっとした気遣いとか、執行部からしたらじゃあどこまで手を差し伸べるんだっていうことはないんでしょうけど、でもまあなかなか難しい中でこう常識的にというかなんかな、出ていかれた方であったり、またこう坂本の方に戻りたいとか検討されているそういう狭間の中の方々に対する少しの気遣いを少し考えていただければなというふうに思います。以上です。はい、他にありませんか。大和委員。今日決算の審査をしているわけでありますが、いや本当に担当の方々プロをなされておられる現場というのはこう目に浮かんでくるわけでありますが、まさにこの自然災害の恐ろしさというのはですね、どうしても自治体の財政運営にもこうただのしかかってくるような状況で、扶養額、そしてまたその繰り上げ名義も含めてですね、扶養額の未契約の場合については5年度に当ててから予算計上されたということでありますが、そういうことを考えるとですね、どうしてもその担当の職員の重圧というですか、これらについては繰り越しの扶養額は出るわ、新年度に計上するわ、関西の人の意見の中にもありますようにですね、私はもう私が職員ならですね、もう本当パニック状態にならせんだろうかというようなですね、そういうようなその今工事の発注をなされておりますので、災害ですけども、じっくりですね、現場の中でその建設業の方々も安全安心の中でですね、事故がないような対応というのをしていただきたいと、これはもう私の意見です。よろしいですか。はい、はい、それでは以上で第7巻土木士及び第10巻災害復旧士中建設部関係部についてを終了いたします。執行部入れ替わりのため紹介いたします。はい、本会にまず戻します。次に第9巻教育不支持中当委員会関係部について教育部から説明をお願いします。部長。はい、中教育部長。はい、皆さんこんにちは。教育部の中でございます。本日は令和4年度の決算審査よろしくお願いいたします。まずはじめに私から東部所管事業の総括をさせていただきます。着席の上ご説明申し上げてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。それではまず学校教育の分野では災害により経済的に大きな影響を受けられた世帯に学用品費や修学旅行費の補助を行い、子どもたちの就学を支援いたしました。また通学手段の確保のため、みなし仮設等
校区外に居住する児童生徒のスクールバスでの送迎を継続して行いますとともに、被災した児童生徒の心のケアやマイタイムラインの作成など防災教育の充実にも取り組みました。次に社会教育の分野では、地域のコミュニティの再構築やまちづくりに向けた支援のため、被災した自治公民館などの地域コミュニティの核となる施設の再建整備の支援に取り組みました。また前年度からの繰り越し事業となりますが、災害公営住宅の建設用地を確保するため、藤本および中津道の社会教育センターを解体したところでございます。なお、その跡地の一部を利用しまして、日本財団からの支援を受け整備が進んでおりました地域のコミュニティ施設みんなの家が、本年6月と9月にそれぞれ完成し、地域の皆さんにご利用いただいているところでございます。今後も引き続き児童生徒や地域の皆さんの思いに寄り添って支援を続けてまいります。以上、総括とさせていただき、詳細については教育部次長の田中からご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。はい、田中教育部次長。はい、改めまして皆様こんにちは。教育部次長の田中でございます。令和4年度教育部関係の令和2年7月号に関する歳出決算についてご説明させていただきます。座って説明していただきます。それでは、主要施策調書の163ページをお願いいたします。上段の社会教育施設解体事業括弧豪雨災害でございます。この事業は令和2年7月号に係る災害公営住宅建設に伴い、住宅建設に支障のある藤本社会教育センターおよび中津道社会教育センターを解体するもので、令和3年度からの繰り越し事業として行ったものでございます。決算額は2億1,838万6,000円で、全額が施設の解体に伴う工事請負費でございます。なお、財源は合併特例債1億9,960万円を活用しまして、残りを一般財源で補っております。不用額の2,791万4,000円は入札等による執行残でございます。施設の解体工事は藤本社会教育センター、中津道社会教育センターとも令和4年11月に完了いたしております。解体後の跡地にはそれぞれ災害公営住宅と公民館型のみんなの家が整備されております。今後の方向性は完了としております。なお、残る跡地につきましては地元の方々の意見も聞きながら関係課と連携して有効活用を図ってまいりたいと思っております。次に164ページ下段でございます。自治公民館再建支援事業括弧豪雨災害でございます。本事業は令和2年7月豪雨により被災しました坂本地域の自治公民館の再建に対しまして、その経費の一部を補助するものでございます。令和4年度におきましては、被災した自治公民館の改修に対しまして、西蒲瀬自治会への補助金247万5,000円でございます。内容でございますが、玄関扉、エアコン、トイレ、流し台などの改修費用330万円に対しまして、補助率4分の3を乗じたものでございます。ここでお手元の資料におきましては、建て替えと表示しておりますけれども、これ、建て替えではなくて改修の誤りでございました。大変申し訳ございません。特定財源につきましては、災害復旧事業債の240万円を充てております。今後の方向性は現行通りといたしまして、現在再建できていない3地区の自治公民館がございますので、引き続き地元の方々の意見をお聞きした上で適切な時期に予算化をしていくこととしております。以上が教育部が所管します令和2年7月豪雨に関する決算についての説明とさせていただきます。ご審議どうぞよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。すみません。はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。すみません。はい、なければこれより採決いたします。Thank you.
議案第86号令和4年度八代市一般会計歳入歳出決算中当委員会関係分についてはこれを認定するに賛成の方の挙手を求めます、はい、挙手全員と認め本決算は認定することに決しました。執行部はご退席ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。委員会報告書及び委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって令和2年7月豪雨に関する特別委員会を散会いたします。お疲れ様でした。